おじいさんが呼んでいますが、犬は身動きが取れません。その声はだんだん小さくなり、やがて聞こえなくなってしまいました。チャドとクラークの冒険島。犬はどれくらいの時間意識をなくしていたのでしょう。ここはどこ？犬の声はとても小さくて、今にも風にかき消されてしまいそうです。早くお家に帰りたい。犬はあてもなく海に向かって泳ぎ始めました。おいおい、そんなところで泳いだら魚が釣れないじゃないか。怒っているのは小さないかだの上で魚釣りをしていた真っ白い猿です。犬は海に浮かんだ木の板に猿が乗っていることが不思議で仕方ありません。僕も乗れるかな。犬がそーっと片足を乗せてみると、いかだはバランスを崩して猿もろともひっくり返ってしまいました。甘えん坊のクラークは無事にお家へ帰れるのかな。次回もお楽しみに。